6、4、2です。3、4、5で上げます。前、横、後ろ。92歳ですからね、いつまでお仕事をいただけるか分かりませんけど、僕はやってみたいなと思うのは、長いこと日本舞踊を稽古してた女の踊りを、10年近くやったんですけど、だから女の仕草はできるんですよ。だからおばあちゃんを、それも上品なおばあちゃんをやりたいなっていう、なんか意地悪ばあさんみたいなやってほしいですよね。そういうのをちゃんとちょっとやって、あ、大村こんちゃんあんな上品なあの奥さんできるんだ、おばあちゃんできるんだっていう、そういうのはちょっと皆さんに見てもらいたいなっていう、それが僕の最後の、最後じゃないです。夫婦をいろいろ見ると、いろんな形の夫婦があるんですよ。ご主人が強いとか、奥さんが優しいとか、逆の場合とか、いろいろあるんだけども、将来先は女の方がしっかりして男がついていくっていうの、そういう形が平和に行くんじゃないかな。だからうちもその形になりました。だからやっぱりうまくいってらっしゃると。今完全に女房の身をつかまれてます。あ、そうなんですね。はい、女房に逆らわないように。それに合わせるのはどうするかあったら、かかっていったら喧嘩になるでしょ。だからそうだね、そうだね、そうしましょう言って、言いながら合わせてます。これが夫婦平和に行く方法だと思います。